23525514。2540。難関だ。始めたいと思いますので、メインのステージここになりますので、ちょっと暑いですけど、足を運んで集まってもらっていいですか。2254515だ。普通2054515。15開会式を始めます。15してください。15こっち来て、こっち来てください。みんなステージ前に集合。ステージ前に集合。水を2254516。アドバン。集合してくれなきゃ始められませんよ。1955515だ。集合。東京市長。集合。あっち本当あっち。すいませんね。東洋タイヤ集まって、みんなステージ前に集合。2255015。失礼しました。で、今日スカイライン有志会副会長小川と会長上原、僕の右手にいるのは会長ですね、やってきますんで、2年ちょっと、コロナなんだでイベントできずに久々の開催になりましたので、皆さんご協力ありがとうございます。あと最初に言っておきたいのが、ここはあくまでも伊勢崎市の市の施設になります。ですから、2年ぐらい前に1回本会場中でやったんですけど、一応市の建物と、施設を借りてるんで、あくまでも会場内、これも公共の場になりますんで、タバコの投げ捨て等はせずに、タバコ本当は場内禁煙って言いたいんですけど、僕も会長もタバコ吸うんでそれは言いません。で、コロナ禍なんでマスクも必修ってされてますけど、暑いんで熱中症だったらあれで。5013だ。お、そうなんだよな。こいつ言ってもマスクしない男なんで。で、一応2メーター間隔空いてればマスクはしなくていいよってお国の方も言ってますんで、ここであのクラスターとかになったらまたシャレになってるんで、その辺はあくまでも皆さんご協力のほどお願いします。あとスカイライン有志会とともに、全国歌丸会のアートトラック、今日かなりの台数が来てくれてます。まあ、一番有名ところでステージ僕の右手にある一番星号、ジストン、あの東京のトラックシリーズで使われている車です。その隣の真ん中にあるのが、ジョナサン号ですね。相川金也さんが演じてたヤマメのジョナサンが乗ってたトラックになります。2550。あと会場メインじゃ右側の方も、アートトラックかなり飾ってありますので、それだけでも希少になると思いますので、よろしくお願いします。で、閉会は一応午後14時にはもう終わりにしちゃいますので、暑いんで。で、あと各賞コンテスト、もう僕も密かに見てます、結構。賞の発表もそれに合わせてやっていきたいと思いますので、あとチャリティーオークション等もありますので、またその時はご協力の方お願いします。じゃあ会場一言。あどうも皆さん、本日わざわざ来ていただいてありがとう。
会場の上原です。まだ僕がイベントを芝タイヤだ。もう20約おそらく第50回ぐらい、本日第50回ぐらいの大会になりまして、225-4014ぐらいです。誕生してないのよく分かりませんが、50回記念大会この伊勢崎でやれることを絶に幸せに思っています。まだねコロナに負けないようにも来年も再来年もやっていきますんで、皆さんそのために足を運んでいただけるとありがたいと思っています。また来年もできるように皆様よろしくお願いします。25-4014ちょっと待って英語、はい、あとこの後、一応プロの歌ってくれるエンホーリアルさんが歌ってくれるそうなんですと、あと、食べ物屋さんキッチンカーが1軒と、橋道路の下にたこ焼き165514ぜひ購入してください。林あと旧車部品の有名どころリバイブセラピー西さんのところと共産のお店出してくれてますんで、これ機械に部品が欲しい人とか185-6014林そんなに乗ってくれるの